今北高専、今北高専、明治25年1月16日は、幕末、明治時代を代表する、臨済州の前奏。陽名は、新三郎、法意名は、宗厚氏、道号は、巨州失号は、宗流屈。摂津国西成郡福島村の生まれ。明治8年、京武将に招致され、鎌倉遠学寺の館長に出世し、雲水のみならず、 一般大衆に対する全指導に力を注ぎ、山岡哲衆や鳥を徳案ら明治期の著名人が参禅した。哲衆としては、渡米して、禅の専用に努めた、釈宗園や鈴木大説らが出た。今北高専が、設立主催した両忘れ会が標榜した在家主義は、釈宗園門下の釈衆活の宗教法人両忘れ、全協会。 釈州活問家の達太英さんの人間全教団へと受け継がれた。若い時は儒学者であった。藤沢東外に入門し儒学を学び、広瀬明章に主文を学び、大阪中島に史塾を開くが、全文、法里氏を読んだことが起源となり、出家の思いと目がたく、妻朝子と離縁し、天保十一年二十五歳で、小国寺の大雪昭園に指示し出家する。 騒動で一緒だった、小木の独縁に励まされ、苦しみながらも参戦を続けた。天保十三年四月、大御し、大雪に認められる。後降下四年、草原寺のギ山マゼンラのもとに参じた。安政二年、大雪自弱。安政五年より、岩国の栄光寺に従して、藩主吉川京美紀のために、文久三年、前回一覧を表した。明治八年、 拠点を東京市本郷の臨床院に移す。同年、鎌倉縁学寺住職となる。明治十一年、儀山自弱。明治十六年、京都明神寺の古志慶馬モル県より、尺奏園を土定として譲り受ける。明治二十五年自弱。AB、前回一覧岩波文庫、1935年、大雪による、電気、今北高専激動期、明治の構想がある。 和漢古今全文化は、菅原東然日の絵馬出版社、1917、ピアニッシモ69から73。ありがとうございます。